皆さんこんにちは。今日は1週間ヨガチャレンジ Day 1です。1週間ヨガチャレンジをスタートしようと思ってこの動画を開いてくださった方、また関係なくね、このヨガの動画を開いてくださった方、ありがとうございます。今日のヨガでは全身の筋肉、体を目覚めさせて、血行もね促進して、この1週間ヨガチャレンジを気持ちよくスタートする、始めていくヨガを行っていきたいと思います。朝一番に行うのもおすすめですが、寝る前の血行促進して全身の疲労回復、そしてまた気持ちをリフレッシュしたいとき、一日のうちの自分の好きなタイミングでいつでも大丈夫です。ぜひ行ってみてください。では一番初め、楽にあぐらの体勢から始めていきましょう。両方のお尻を床に下ろし、肩、胸の力をふーっと吐く息でリラックス。背骨の力、背中の力も緩めていきましょう。鼻から息を吸って、息を吐いて、まぶたも優しく閉じていきます。まずはここで今の体とリコネクト、再接続、つながっていきましょう。体が自然と行っている楽な呼吸を感じていきます。もし体の中にどこかぐっと詰まっているところがあれば、そこに意識を向けて、そしてそこへ優しく呼吸を送ってあげましょう。もう一度鼻から息を吸って、息を吐いて、そのまま顎を胸に丸め込んでいきます。右耳、右の肩に近づけながら、右からゆっくりで大丈夫です。ぐるっと頭を回し、首の前後左右気持ちよく緩めていきましょう。中心に戻ってきたら反対回し、左耳を左の肩に近づけ、ゆっくりで大丈夫です。もしね、どこかクッと詰まっていると感じたら、そこで動きを止めて小刻みに動かしても大丈夫。気持ちよく肩周り、首周りを緩めていきます。中心へ来たら、もう一度右耳、右の肩から顎を高く持ち上げて、でもね、首の後ろがクシュッと崩れてしまわないように、少し首の後ろも立てながら行っていきましょう。最後、中心から左耳、左の肩、顎を高く持ち上げ、喉の前側も開いていきます。中心へ戻ってきたら、お顔を正面に戻し、次の吐く息で胸を前にふーっと緩め、そのまま肩、胸、右側にスライド。吸って中心に戻し、背中を後ろにぐーっと引いて、胸を左にスライド、吐いて前にぐるーっと回していきましょう。肩周り、胸周り、柔らかく緩めながらね、腰、お尻からも余分な力を緩めていきます。ゆったりとした呼吸のフローに合わせて体を連動させていきましょう。上体前に戻ってきたら、今度は反対回し、吸い気で左から後ろに肩甲骨の間をぐーっと引いて、吐く息で右から前にゆっくりと回していきます。できるだけ肩、胸を大きく回すことで、腰回り、お尻回りがゆったりと緩んでいきます。ラスト1回、大きく肩甲骨、肋骨を動かし、中心に戻ってきたら上体を起こし、そのまま左右どちらでも大丈夫です。体をくるっと横に向けていきましょう。
で両手を背中の後ろについたら両方のつま先合わせて胸の高さに持ち上げていきます。ボートのポーズ、まずはお腹の力、コアの力を目覚めさせていきましょう。もしもう少しチャレンジできそうな方はそのまま手を床から離し、すねの高さ前に伸ばしていきます。背骨長く、頭のてっぺん誰かにグッと引っ張られている感覚、息を吸って息を吐いて足をクロスにしたら、もう一度楽にあぐらの体勢、両手を背中の後ろ、指先自分の方に向けてついていきましょう。肘を緩めて長く背骨を伸ばし、そのまま吸い気で恥骨をぐーっと持ち上げていきます。お尻真ん中にスクイーズ、気持ちよく胸、肩の前側を開き、吐いてゆっくりとお尻を下ろし、両手を体の前、背中丸く丸めていきましょう。吸い気が来たらもう一度両手、背中の後ろ、恥骨を持ち上げ、お尻真ん中にぐーっとスクイーズ、吐いてお尻をゆっくりと下ろし、両手体の前、あとこの動き2回行っていきましょう。吸って両手、背中の後ろ、お尻高く持ち上げて、吐いて緩め、両手体の前、呼吸の動きに合わせてラスト1回。吐いて緩めたら両手体の前、足を後ろに抜いて、そのままプランクポーズに入っていきましょう。さらにお腹の力使っていきます。では脇を締め、膝ついてもつかなくてもどちらでも大丈夫です。肘を後ろに引きながら胸と顎を床の上、吸い気で上体前にスライド、足の幅少し広く開いて上体を起こしていきましょう。アップドッグ、ではつま先を立て、背中丸く、お尻かかとの上、チャイルドポーズ、一度呼吸整えます。次の吸い気、おへそを背中にグッと引き込む力、両膝床から離し、そのままダウンドッグに入っていきましょう。まずは膝を片方ずつ内側に曲げたり、首も前後左右にゆらゆら揺らして、体に入っている余分な力をリラックスしていきます。ここでもう一度今のね、行っているこのプラクティスに意識を戻していきましょう。両方のかかとを床の方にふーっと緩め、長い背骨、自分の心と体の中心を見つけていきます。鼻から息を吸って、息を吐いて、次の吸い気、目線両手の間、かかとを持ち上げたらお尻をぐーっと後ろに引き、このまま 1,2 で大きく2歩で前に行くか、もしジャンプで前に行きたい方はジャンプで飛んでいきましょう。どちらでも大丈夫です。吸って指先床、上体半分起こし、ハーフアップ、吐いて緩めましょう。両方の膝緩めたら両手、両肘外側からキャッチ、体重を左右にゆらゆら移動させながら、腰から背面の力を完全にリラックス、リリースしていきます。口も軽く開け閉めして、顎の力、奥歯の食いしばりも緩めていきましょう。中心で動きを止めたら、もう一度指先を床、吸ってハーフアップ、長い背骨、吐いて緩めたら両足しっかりと床を踏み込み、背骨下から順番にロールアップしていきましょう。上体を起こしたら両手、体の横から吸って、指先遠く頭の上で合掌、吐いて親指眉間から胸の前に下ろしていきましょう。一度フローの動きを行っていきます。両手、体の横、
吸って指先を遠く深呼吸。で吐いて腰背面の力をふーっと緩め、フォワードフォールド。吸気で半分起き上がりましょう。ハーフアップ。吐いて緩めたら片足ずつ後ろに大きくステップバック、プランクポーズに戻ります。お腹の力しっかりと背中に引き込みながら、膝ついてもつかなくても自分のチョイス、肘後ろに引き、胸と顎床の上、吸ってアップドッグ、つま先を立て吐いて背中丸くチャイルドポーズ、一息ついて次の吸い気、お尻持ち上げ、ダウンドッグに戻りましょう。もう一度ここで意識を自分の心、体、呼吸に向けていきます。もう一度目線を両手の間に向け、かかとを持ち上げたらお尻をぐーっと後ろに引いてジャンプするか、 1,2 大きくステップ前に戻っていきましょう。つま先かかと順番に動かし、足の幅マット幅程度に開いていきます。ここからヨガスクワットに入っていきましょう。両膝外側に開き、お尻を下に向けたら、まずはね、少し上体を左右にゆらゆら揺らして、股関節、特に朝一番の方はね、硬さを感じるかもしれません。少しずつ緩めながら、中心で両手胸の前合わせていきましょう。でまたね、頭のてっぺんは誰かにクッと引っ張られている感覚、尾骨は真下に向けていきます。長く上下に引っ張り合う力で背骨を整えていきましょう。ゆったりとした腹式呼吸、もしね、うじゃい呼吸を行いたい方はうじゃい呼吸でも大丈夫です。喉の奥を広く開いて、まるでね、海のさざ波のような音を鳴らしていきましょう。両手を床の上に下ろし、お尻を持ち上げて、もう一度つま先かかと順番、両足中心に戻しましょう。吸い気で指先床、ハーフアップ。吐いて緩めて、両方の足を後ろにステップバック、プランクポーズから。息を吸って、目線を前。吐いて両手床を押しながら、お尻高く後ろに押し出していきます。ダウンドッグ、吸って背中丸く上体を前、吐いて両手で床を押し、お尻を後ろ、海の波のような滑らかな背骨の動き、呼吸に合わせて吸って前、吐いて後ろへ、動きを止めて、左膝を曲げて、左足両手の間に一歩着地していきましょう。右の膝そっと床に下ろしていきます。吸い気、両手体の横から頭の上で合掌、気持ちよく胸を開き、吐いて両手を床の上、ここから左の足を伸ばしていきますが、2つのバリエーションがあるので先にご紹介します。まず1つ目は、このままお尻を後ろに引いて左のつま先を伸ばすバージョン。もう1つ、もう少しチャレンジができそうであれば、右の膝を持ち上げ、お尻を後ろに引き、つま先床から離していきましょう。どちらでも大丈夫です。吐く息で左のかかとをぐーっと床を押しながら、上体できるだけ左足にリラックスしていきましょう。吸って右膝を床の上、胸を前にぐっと広げていく。吐いてお尻を後ろ。もう一度吸って右膝床、胸を下から上に輝かせ、吐いて左のお尻を後ろにぐーっと引いていきます。
で左足裏床の上、右膝床についていても床から上げていてもどちらでも大丈夫です。上体を起こし両手体の横、そのまま両手を体の前でクロスしていきましょう。右腕下、左腕上、手のひら同士、手の甲同士を合わせイーグルポーズ、目線一点に集中させていきます。ここから体重を左足に移動させ、右足を左足の上に絡め、足のつま先もしできたらふくらはぎにフックしていきます。お尻をぐーっと後ろに引き、目線はぶれないように一点に集中させていきましょう。ここでもう一呼吸、息を吸って、息を吐いて、両手両足を解放し、吸い気を手指先遠く頭の上で合掌、吐いて腰背面リラックス、フォワードフォールド、吸ってハーフアップ、吐いて緩めて、今度左の足を後ろに大きくステップバック、左の膝床に下ろしていきます。両手体の横から吸って、指先遠く頭の上で合掌、左の足の付け根気持ちよい伸びを感じるところに吐いて、骨盤周りふーっ緩めていきます。両手を床の上に下ろし、でさっきと同様に好きなバリエーションで行っていきましょう。お尻を後ろに引いて、右のつま先を空、右足の裏床に戻し、吸って胸を下から上に持ち上げていく、吐いてお尻を持ち上げる方は持ち上げ、右のお尻をぐーっと後ろに引いていきます。吸って左膝床、胸を下から前、新鮮な空気を体にいっぱい吸い込み、吐いてお尻を後ろ、右足床の上、左の膝ついても上げていてもどちらでも大丈夫です。両手を体の横に大きく開き、両腕そのまま体の前でクロスしていきましょう。さっきと反対の腕が上に来るように、手の甲または手のひら同士合わせていきます。ここから体重を右足に移動していきましょう。重心がぶれないようにお腹の力使いながら、左足、右足の上に引っ掛けていく。目線一点に集中させ、お尻をぐーっと後ろに引いていきます。背中は丸く丸まらないように長い背骨、一呼吸ついていきましょう。しんどいポーズの時こそ口角を上げて、そうすると体のね、余分な力が自然と緩みやすくなります。息を吐いて、両手両足解放していきましょう。最後もう一度フローの動きを行っていきます。吸って指先と奥頭の上で合掌、吐いて腰背面リラックス、フォワードフォールド、吸って半分起き上がりハーフアップ、吐いて緩めて、そのまま片足ずつ後ろにステップバック、プランクポーズ。最後お腹の力しっかり使っていきましょう。脇を締め、肘後ろに引いたら胸と顎床の上、つま先と奥へ伸ばし、吸ってアップドッグ、吐いて背中丸く、お尻かかとの上チャイルドポーズ。で一呼吸ついていきましょう。鼻から息を吸って、吐く息口からマット床を曇らせていくように優しく吐き出します。気持ちが落ち着いてきたら、片手ずつ手を体に歩かせ、上体を起こし、楽に仰向けになっていきましょう。仰向けになったら、両方の膝を立て、そのまま膝を胸に引き寄せて、両腕で外側からキャッチ、少し左右にゆらゆらゆらして、
腰周りの力をほぐしていきます。中心で動きを止めたら、片足ずつ足を下に伸ばし、最後シャバーサナのポーズに入っていきましょう。少し体を左右に揺すって、体から力を緩めていく。耳剣の力、目の力も緩め、軽くまぶた閉じていきましょう。後頭部が重く床に降りて、肩胸の力もリラックス、腕が重く地面の方へと沈んでいきます。足の付け根、ももの前側、ふくらはぎ、かかと、つま先まで、体全身の力を緩めて、重力とともに地面の方へとリラックス緩めていきます。少しずつ呼吸も今の自分が楽な呼吸にシフトして、一つ一つの吐く息で体から力を抜いて大丈夫だよと自分自身に許可してあげます。体全身から力が緩み、骨から筋肉がふわっと剥がれていくような感覚。今日はしっかりと筋肉、体を目覚めさせる動きがあったので、今はもう何も頑張らず、ただ今体が感じている静けさ、心の静けさを味わっていきましょう。ゆっくりと手の指先、足の指先を動かし、体に感覚を取り戻していきます。頭も少し左右にゴロンゴロンと転がすように動かして、で次の吸い気が来たら、両手頭の上に伸ばし、片膝ずつ膝を立て、左右どちらか自分の好きな方に膝を傾け、体も膝の方へと向けていきましょう。でまだ目は閉じたままで大丈夫です。ここでもう一呼吸ついていきましょう。今の体の中を流れているエネルギーの感覚、温かいハートの感覚、体の周りを包み込むキラキラとしたポジティブなエネルギーの感覚を感じ、次の吸う息で今感じているその感覚を自分の体の内側に全部吸い込んでいくように、鼻から深く息を吸って、優しく吐き出しましょう。準備ができた方から目を開けて、両手で床を押しながら、頭が最後になるようにゆっくりで大丈夫です。上体を起こしていきましょう。上体を起こしたら、もう一度楽にあぐらで座り、
最後呼吸を揃えていきます。両手体の横から吸って、指先を遠く頭の上で合掌、吐いて両手眉間から胸の前に下ろしていきます。もう一度両手体の横、吸い気で両手でキラキラとした明るいポジティブなエネルギーを中心にかき集めて、そのエネルギーを眉間から胸へと運び込んでいきましょう。1週間ヨガチャレンジデイ1で、またこのヨガをね、たまたま開いて一緒にやってくださった方、ありがとうございました。ではまた明日、次の動画でお会いしましょう。ナマステ。またね。